皆さんどうも高嶋です今回はですね埼玉県南西部に位置します人口14万7000人ほどの狭山市の市街地を散策した時の様子動画にアップしてまいります映像の方映っているのが西武鉄道新宿線新狭山駅ですこの町の中心的な鉄道駅で同じ西武新宿線の狭山市駅というのもあるんですが 今回は新狭山駅というところから、まあ、郊外の様子を見つつ、中心駅付近に近づくようなルートで、この狭山市内歩いていくことにしました。で、建物から駅前の様子を見たところですね、今回歩かなかった、まあ、マンションだったりホテルだったりが固まっている南口駅前と、そして今映しているのが、ロータリー周り、まあ、餃子屋さんだったり、マクドナルド、 スーパーマーケットの入ったマンションだったりがね、並んでおります。奥にも、えコンビニですとかカラオケ店が入ったビルなんかある。こちら、北口駅前から駅前のスカイロードという通りに出てきたところになります。この道をしばらく進んでいくと、幹線道路が見えてくるので、目指しているところですね。ご覧のように、まあ、数階建てのビルですとかマンションの下に個人のご飯屋さんだったり、 結構古めのビルも並んでいる感じですよね。まあ、駅の名前、日清さやま駅というね、新しいという文字はついておりますが、このように駅前通りの様子、結構昔ながらの雰囲気を持つお店というかね、ビルなんかも多めで、そのギャップが面白いなと思いつつ歩いておりました。こんな風に、まあ、昔ながらのね、個人店の飲み屋というのも道路反対側に見えて、 で今映っております通りが国道16号線の幹線道路です出てきてすぐハードオフですとか釣り具屋 PC デポゲオなんかが固まっている複合施設が見られたりえその反対側にちょっと昔ながらですかねこちらもえ大人向けのホテルですとか大人向けのまた書店みたいなものもあって結構成人男性がね楽しめそうなお店がこの辺固まっているなという感じでしたが こちら国道16号線を西に向かって進んでいるところです。何やら大きめの建物が見えてきて、よーく見てみると山田電機のログがね、うっすらと残っているのが見えました。移転か潰れたかわかりませんが、現在ではなくなっているようです。で焼肉店だったり、お蕎麦屋さん。 の飲食店、さらに浜寿司も見えております。ドライブスルー付きですね。まあ低密度に大手チェーン店がこの国道沿い見られております。しばらく行きまして、また釣り具屋さんだったり、イエローハットと結構並んでいるお店の業種に偏りがあるような気がしますね。釣り具屋なんか複数ありましたが、 で、さらに進んで、ホンダ、向かい側にはブックオフとあって、建物の形的にね、多分前は違うお店とかだったと思うんですが、さらに業務スーパー、駐車場が狭めで、まあ、満車の時は道路で駐車待ちしないでみたいな注意書きがありましたね。で、高速道路の標識ですかね、そうしたものが見られたり、で、こちら大きめの交差点が出現をしてきました。 こちらを左折しまして県道397号線に入ってきたところです。先ほどの国道をそのまままっすぐ行ったところにも大手の商業施設だったりね、大型店舗というのがありまして、そちらは映像最後で一部ご紹介したいと思います。で、こちらの県道、大変立派な立体道路みたいなのが見えてきまして、その途中で西部新宿線の線路、そして走っている電車が確認できました。 この県道をしばらく進んでいきますと、今映りました、大変広々とした複合商業施設が出てきます。こちらがベスタサヤマというそうですえ。ダイソーですとかベルクのスーパー、あとその横に松清、ABC マート、はい、奥にズームをしまして、ユニクロ、慶応、デイツーのホームセンター、さらに、やよ県ですとか、モスバーガーだったり、 あと、大手メガネ店だったりが県道沿いに単独でお店を構えているなどして、まあ駐車場広かったんですが、ほとんど埋まっておりまして、利用客の方、自動車なんかがひっきりなしに出入りをしていました。で、モスバーガーからさらに県道東に進んでいきますと、ケンタッキーピザハットがくっついているお店ですとか、まあ農作物を売っているお店、 ドライブスルー月の上島コーヒー店の建物なんか見えましてやはりこの辺りでは皆さん自動車で基本的に移動されているというのがわかりますよねでしばらく行って吉野家ですとかドラッグストアの建物が反対側に見えたんですがそちらの交差点から進路 南向きに変えて、さやま中央通りというところに入ってきました。丸亀製麺ですとか、おしゃれな無人販売店。あと、洋服の青山にココスという風に並んでいますよね。ちなみにこの日はご覧のように快晴で、撮影が6月中旬ぐらいだったんですけれども、結構ね、真夏ぐらいの暑さでしたね。で、通り沿いカメラの北村だったり、チョコザップ。 あと結構個人店のご飯屋さんも多く見られたり、こちら丸エツとフィットネスジムなんかがくっついている建物。向かい側にはまた個人のね、えー、八百屋さんだったり、豆腐とかお肉のお店が見られましたかね。その近くの交差点はスクランブル交差点になっているなどして、まあこの辺は商店街っぽくなっている通りでしょうか。地元感強めで。 歩いていらっしゃる方も多くいい雰囲気ですよね。星のコーヒー店とまたドラッグストアと見えてきました。映像の方はだいぶですね、狭山駅の付近に寄ってきたところです。ホットモットのお弁当屋さんスきヤ、そして道路反対側、結構立派な建物の中にセカンドストリートをゲオ、あと手前にラーメン店という風に並んでいました。で、この辺自転車朝日ですとか、 ステーキガストなんか見られるところあるんですがそこから交差点を右折して県道227号線に入ってきました、まあ、保険会社のビルですとか大きめの郵便局の建物あとマンションなんか出てきまして、まあ、この辺中心部に近づいてきた雰囲気がしっかりしていますよねもうちょっと行ったところが西部新宿線狭山市駅というふうになりまして、はい、こちら カラオケ店だったりね、大手居酒屋が入っているビルなんかある横に、駅前のロータリーが見られて、駅の向かい側には、ココチも入っていましたね。でこちらが狭山市駅の建物と映像左側先ほどなっておりました。道路反対側、駅側に越えていきまして、これから駅の建物に入っていきます。駅の横にはパチンコ店ですとか、まあ、駅の中にもね、松清が入っていたり、まあ、奥にも、 雑居ビルありましたね。で、駅の中ですが、スーパーマーケットですとか、無印良品、富士屋、カルディ、あと、おにぎり店とかかな、いろいろお店が並んでおりました。あと、狭山市はね、狭山茶が有名ということで、それを PR するものもいくつか見られました。駅の中に入っている商業施設、エミオというんですかね。まあ、そうしたところを抜けて、駅の反対側。 西側に出てきました。西口駅前の様子。デッキの上から見下ろしている風になります。こんな風に広々とロータリーに路線バスがたくさん止まっていたり、このように複合商業施設みたいなものが出てきまして、スカイテラスというんですかね。駅東側の高密度な都市景観とは真逆で開放的な駅前の様子となっていましたね。映像終盤ではですね、この狭山市駅の西側、 だったりに通っております。先ほども歩きました国道16号線に出て行って、道沿いの、まあ、中心部に近い大型商業施設なんかを眺めて、まあ、映像を閉めるという流れになっております。まあ、その国道に向かっている途中の景観となりましても地元のお店が結構多かったりね、穏やかな雰囲気ですが、しばらく行きますと大手の複合施設が見えてきます。まあ、イオン感強めなんですが、 ソヨラムサシサヤマという名前がこのショッピングモール全体で付いているようです、まあ、並んでいるロゴなんかはねしっかりと壁に貼られているのでご確認いただけると思いますでこうしたところをね歩いておりますとやけに大きく航空機の音ですとか高速で飛び交っている機体というのを何度も確認できましてどうやらこのサヤマ市の街の近く にはですね、まあ、航空自衛隊の基地だったりが見られるようでしてそれでブンブンと飛んでいたそうなんですね地元の方なんかは全く意に介さずという感じがして、まあ、日常なのでしょうね、まあ、私は初めて狭山市の街中歩いて結構驚いたんですが映像の方は国道16号線沿いを歩いているところですね北に向かってです えー、オートバックスですとか、くら寿司の建物が見えましたね。で、その先に、イオンスタイル狭山の建物がありまして、中入ったんですけど、ほぼ全部山田電機でしたね。ちょっと不思議なお店となっていました。で、この後はそのまま狭山市駅に戻って、この街を離れました。ご視聴ありがとうございました。